<laughs> こんにちは。こんにちは。ライドです。ライドです。加山さん。はいよ。えとこの間ちょっとあの秘密の映像を片山さんから送られてきまして。はいはい。山ちゃん特別意味してるわつっ。<laughs> どうやった？なかなか面白いやろ。やね。面白いやろって <laughs> 誘導してるけど。面白いというかまだ、うん、あの,その送られてきた映像は今何なのかを皆さんにまずご説明したいんですけど。うん、はい。前からライドでずっとお伝えしてる。うん タムさん、俺映画撮んねんって言ってたじゃないですか、はいはい、ね何年も前から言ってるね着々と進んでてはい当然あれは予告編なんですかね予告編の前の前ぐらいかねまあ,<ー>あの身内にとりあえずこういう映画なんだというイメージを、はいえー、伝えるためには<ー>あの紙で筋書きを書いたりあら筋書いたりすると<ー>あの<ー> わかりづらい部分があるから、はい、あのもうちょうど撮影が始まったんで、うんえー、それのどのぐらいだろう3割ぐらいの映像の中のやつをとりあえずピックアップして少し入れたとちょっとあのまず一回皆さんに見てもらった方がいいですか見てもらって、うん、い,い,よいいですか、うんいいよ えっと、ということで、片山さんから許可出ましたので、はい、まずはその片山さんから送られてきた <laughs> その前に、山ちゃんは見てどう思ったのよ、教えてよちょっとそれはね、うんあの、その動画をご覧いただいてからにさせていただきたいと思います。わかりました。はい、じゃまずは、えー、その片山さんのプレプレ予告編をどうぞご覧ください、はい、はい、見てください。<laughs> ということで、はい、どうでしたか?。いや、あのね、はい。<laughs> なんかあの、じゃ、ストーリーは。はい。ごめんなさい、全然分からず。<laughs> <laughs> 俺の人生みたいな。なんかね、あの、<laughs> でもすごそう。いや、あのね。なんだろう、そのすごいも含めて、うん、俺はいつも面白いやろっていうふうに言うんだけどね。あ,<ー>あの、すごいやろとか。あの、なんだろう。綺麗でしょっていうよりは。とりあえず面白いっていうキーワードの方が。<ー>なんか関西人にはぴったりでね。 なんかちょっと映像の予告編見てる限りはなんとなくシリアスなねめちゃくちゃシリアスにサスペンスな感じするじゃないですかそうねそういう部分もあるからねそういう部分もあるということは基本的にはめちゃくちゃ楽しい映画楽しい映画そのバイク乗りが作る映画で楽しくなければ意味がないでしょうそうですかエンタメだもんあれは きゃ、片山さんが出演、主演なんですよね。そうです。で、えっと、制作も片山さん。うん、そうね、スタッフみんな、あの片山チームが作られてるんですよね。はいはい、で、えー、っと、脚本は誰なんですか?あ。私あ。そう。はい、もう、脚本はね、紆よ曲折してね。はい。あの。えー、一番最初に、まあ、今回の映画作ろうと思ったのが、4年前で。うん、ええー、三年ぐらい前には。 あの<ー>ハリウッドのね映画作ってる監督と会ったりとか<ー>いろんな編纂を経て<ー>今に至ってて、はい、脚本そのものもストーリーが多分今だったら20本ぐらいに枝分かれしている中の一番面白いと思われる一本ほ<ー>うんまあ、たくさんアイディアがいっぱい出てくるんで<ー>その都度その都度に今絶賛撮影中なんですよねそうそうえっと プレプレ予告編が出たわけじゃなくて違う違うまだあの残りどれぐらいだろう半分ぐらいはあのまだ半分ぐらいなんですがあるねまああのフィルムでいうあのカメラマンだったらよくあるでしょあの捨て捨てコマというのかそういう撮りもやっぱりたくさんあの静止物とかそういうものを取っとかないといけないから後で挿入するのにねうんね いやあのー、まあ映画作るとは聞いてたけど、うんうん、演出家片山隆純の腕をちょっと見せてあ<ー><だ>そうですね山ちゃんに見せてあの <laughs> しまったかないやでもあのどう山ちゃん面白いやろって言われても <laughs> <laughs> いやなんかあの分からないなんか、ね、どういうことっていうキーワードがいっぱいい,、うん、あいくつか出てきたじゃないですか。だからあのなにパラダイム シフトカードとかねちょっとね、うん、あのなんかいろんな複雑なストーリーが当然当然出てきそうなさあ、当然当然もう最近は複雑系で、えー、でもその中に楽しめる映画じゃないとね、うん、公開はいつぐらいを目指されてるんですか公開はね、えっと出来上がりはまあこの秋に,、えーにね、全部できて、それでまあ。あ 国際映画祭に出したいと思ってるんで、えー、そうすると来春になるんで、えーえー、それまでの間はあのある意味秘密にしておかないといけないからまあこういうあのプレとかプレプレの映像は出せるけど今今回送ってくれたあの、ね、予告編の中には、うん、片山さんバイク乗ってないじゃないですか。 うん、あれはまだバイクのシーンを撮ってないからね。バイクのシーンもちゃんとあるんですね。ああ、これから撮るのよ。ほお<ー>。あそうはもう映像が始まって、えー、少しするとあの皆さんが知っているバイクライダーがちらりと出てくる予定だし世界のね。<laughs> それからあのライディングも、うん、おえー、っていうような。 決しして良いいいい子の皆さんは真似しちゃいけないというスタントマン的な理由を、えー、あの最初のところでちょっとお見せするという街なかで <laughs> <laughs>、うん、だからそういう意味では、まあ、役者はできないけども、うん、でもあの下手なりに、うんえー、素人でも、うん、おちゃんと役作りして、うん、今回のように。うんうん、あの 一つの作品に仕上がるもともと考えてたのが毎年一本これから何年間は作っていくというふうに考えてるんでシリーズもなんですねシリーズもまあそうね一巻一巻完結でのシリーズやねじゃエピソード1の映像がまずまず一本は今年年内になんとか仕上がってあれだって国際映画祭って例えば 今年年内に出来上がって来年出すにしたら来年のその国際映画祭の結果が出るまで公開できいんですよねそうそうじゃあ来年のどこかってまだ言えないですねそういうことでねだから春になるのか夏になるのかあのイタリアに持っていくのかフランスに持ってるのかアメリカに持っていくのかそれもまだ決めていないのでそれよりもさ山ちゃんにお願いがあんのよ あのせっかくあの面白い映画作ってるからあのちょっと T シャツを前のようにデザインしてほしいの。はい。してほしいの。僕てっきりあの映像の撮影手伝ってくれって言われるから。あそれも手伝って。そうですか T シャツ。うん T シャツというのはあのこの映画の今まあ見たから題名は言っちゃうけどもプレックスゾン。プレックスゾン。うんプレックスゾンの 限定 T シャツを出すのでそれ山ちゃんとコラボ例のごとくやりたいなと3種類ほど山ちゃんとコラボというよりもプレックスゾーンコラボレティッドライドでもいいんですかねああいいよいいよいいじゃない山ちゃんとのコラボはライドだよねはい プレックスゾーンがドーンと出て下に小っちゃくライドって書かせてもらって山ちゃんってどんと入って小さいプレックスゾーンでもいい。基本的にデザイナーさんってあまり名前が表に出ることがないどうせたライドをそれ嬉しいですね喜んで。そうなのもしそう言ってくれるだろうなと思って一応頭の中で3種類の T シャツ3種類の T シャツのイメージは作っててこの。 プレクスゾーンで使う片山ヘルメットがあるのねそのオリジナルで作ったの映画用に映画用にへえライディングスーツもそうだしシティジャケットもそうだし全部プレクスゾーン向けに前にあのガンメタの あれは映画よって聞いてたんですけど、スーツは聞いてなかった。まだスーツは見せてないから、全貌は。そのレーシングスーツですか？そうそう、ライディングスーツ、サーキット走るようなあのパンチングの入ったしっかりしたやつだね。えそれと、じゃヘルメットとスーツ姿と、それからまあ一つはプレックスゾーン本来のその。 プレックスゾーンでさっきのデモ,デモバージョンを見てもらったら分かるように赤いハットかぶってるじゃないですかはい、はい、サングラスしてであのいでたちが実は、えー、この映画の呪術師の、えー、呪術師の話なんそうそう,ほうあの呪術師ってしたかむよね要は、えー、パラレルワールドへの行きいの、うんえー、スイッチを持っているい、うん、術師 そう, <laughs> そう。呪術師としての姿が、あのハット被ってるやつ。そう、そう。ああ、ははははは。なら、まあそのなんていうんですかね、ヘルメットですかね、デザイン。そうヘそ、ヘルメット。ヘルメット、やっぱり一発目はヘルメットの、うん、あの、えー、全く新しいヘルメット、うん、まあカラーリングしてるんで、うん、デザインも施して。 このバージョンの T シャツ一枚作りたい。ああ、いいですね、いいですね。あの,、ね、あの足長に見えるように俺のスーツ姿ね。<laughs> <laughs> そうね、まあそのデザインするにあたって、その映画のストーリー全くわからんのにデザインするのって、ちょっとちょっとまたね、あの僕だけじゃなくてライドをご覧いただいている皆さんにもちょっとずつそのストーリーの内容を <laughs> 仕方ないな、ええ。あの教えてもらうと、これデザイナーさんでね。うん はい、あのかっこよくそれっぽいの作っては聞やっぱりいろいろ聞かない、ね、<laughs> <laughs> じゃあまず一発目としては T シャツでヘルメットを、はいえっと、モチーフにそう山ちゃんはどういうモチーフにするのかね僕はデザイナーのイメージわからないんで、うん、ドカーンとやるのか、うん、こう、えー、どっかで。 角度書いてね<ー>あの重ねるのか、まあ、その辺はみんな任せますよ実際その、えー、とヘルメットのデザインもまだ公開者とならないんです、ね、えっと、えー、まだ公開はしないけども写真撮ってるやつがあるから、うん、それを、えー、出すかなそれは皆さん見てもらってもいいんですか、うん まだちょっと早いかなまだちょっと早いかなやっぱしこのライドの番組の中では山ちゃんには見せいオッ OK やったらねこの動画の中にその写真が挟まって出すんですけどすみません皆さんちょうど最終1回作り上げたものをもう一回塗り直し手直し指示したやつがあと1週間ぐらいで送られてくるんで。 まだ最終形の現物は僕もまだ見てない。ああ<ー>、うん、それでもデザインそのものは片山さんがやってるんですか？はい、ヘルメットデザイン。あの、のいやそれはデザイナーと一緒にコラボで。えーはい、基本片山らしいあのデザインっていうのはまあ,あるわけで。うん、うん。でそれを映画用に、うんえー、スーツとヘルメットを作り上げたわ、えーえー、かりました。じゃあ,あのその T シャツをこれから作るにあたって、うん、はい、その T シャツを買えるようにしといたら僕が僕は作られるけどまあなんか片山さんところのスタッフの皆さんが受付フォーム作ってくださって僕はデザインを収めてすればいいですからそうさせますかねえっと一応この動画の下の概要欄にその申し込みのフォームは当然まだデザイン多分できてないと思うのでフォームだけやけどあの もう限定で締め切るっていう感じでいいと思うね期間はまだいつまでか決めてないけど歩いて時期が来たら勝手に予告なく締め切ってとそのオーダー受け付けた分だけ T シャツを作ればいいそうですそうです賢いね賢いっていうかそうじゃないとねいやでもこれから商品作りってそうなると思う在庫を持ってやれるようなね大きな商いやってるわけじゃないしね ゾゾタウンじゃないし、はい、宇宙へはいけませんが。え、<laughs> でも、それは、それでプ、プすごくプレミアですよ。うん、今回のその片山さんが、演出、作、出演、うん、全部片山さんが。うんうん、あの、大きく関わっている映画って。過去にあるんですか。だって、今まで、まあ、うちの会社が、あの、日本ぐらい映画は近くに作ったことはあるけども。<ー>でも、僕は、ほんの、ちょっとで。 あの数十秒出ただけの話で。でそれはあのレーサー片山高澄として出てるわけでしょ、えー、そうね役者片山高澄として出てないのわけですよね。今回役者片山高澄のわけですね。演じてるわけでしょう。ん、演じてる。もう全編演じてるんだもん。ええー。<laughs> でも素だよ。あ、そうなんですか。でも、あの、えー。楽しい部分。うん、ええー。 シリアスな部分普段こうあんまりみんなが見ることのないものをギュッとこうデフォルメしてどちらもデフォルメして見せていくとうわちょっとめっちゃ楽しみです<笑><笑>はい <laughs> 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 まああのーうん、じゃその片山さんが作ってる映画の、うんうん、僕も含めてこのライトご覧いただいた皆さんが初めて目にする、うん「え予告編」<laughs> はいプレプレプレ何個つか分からないけど予告編そう 今回のやつは完全に日本語の本当にプレプレプレぐらいの映像だけども映画自体は最初から英語版と日本語版作るのへえそう吹き替えなしでへえだから海外に国際映画祭に出す時は英語版で出すただ日本の人は日本で作ってるんだから俺は日本語を喋ればいいわけで。 舞台は日本ですよねそう、舞台は日本、うんえ、神戸、京都、滋賀、東京かな、ほうほう今のところはもう、あの,そのロケ行って、撮影来るとともに、うん、そうそう、だからさっき言ったように、まだ半分ぐらいしかだそうです、<laughs> <laughs> まあちょっとあの、なんか過ごそうっていうのは、あの予告編見るだけでも、うん、あの 分かるね、過ごそうとあれはね、結構あの、かっこよく。予告編は作ってるじゃないですか。うんはい、でも、あの、面白い。へ全然面白い。あの、ですか。<laughs> えっと、ミスタービーンみたいな面白さ。<laughs> まあ、ああいうおゃだけじゃないんだけどね。<laughs> う,ねう,んうん。うん。の、その、えっと、エンターテインメントなんですね。そうそう、<あ>完全に。あ,あの。楽し本当に楽しんでくださいっていう。そうそうそう、見て面白いっていう。 うん、あのだからそういう意味では全然違う片山隆澄があの見れるというかまあ宝、えー、人というね主役の名前、うん、その呪術師の名前が法人という。ただ、えー、とバイク好きの皆さんにしてみたら、うん、どうやらさっきの片山さんがチョロチョロと言った言葉から解析するとですよ えっと有名なライダーはきっとどっかで出演されるっていうことでしょう、ね。よく、先よく耳に残ってるね。<laughs> 自分で言ってたよ。いやいや、言ったよ。言ったけど、<で>さらりと言っただけなの。よく耳に残ったね。<laughs> ねあと、片山さんがちょっとサントマンがやりそうな。<laughs> ちょっとテクニカルなバイクテクを披露するようなシーンもあると。はい、もう当然、当然。うん、まあ、バイクのシーンは。 あ,のあちこちにえ挿入していくあのまあなぜかというとこの法人のえ昔はえーオートバイレーサーだったというえそういう流れのところから,だからあの記憶を思い出すためには昔のシーンを思い出さないといけないわけですな。 デジャブのように見ながらだんだん記憶が戻っていくっていうはいちょっと非常に楽しみですはい楽しんでください、えー、ということは、まあ、限定何枚ということはもう特にあの今は決めてないのでもうどこかで打ち切っちゃうかもしれませんが「終わりましたー!えー」って言って、えー、そのですね <laughs> T シャツをご購入ご希望の方は是非ともそのフォームをご覧いただいて、はい、ただデザインは僕お手伝いさせてい,ただいてはい、えー フレックスゾーンとライドのコラボ T シャツが限定発売ということで、はい、いいですね楽しみ,楽しみありがとうに受けてくれて <laughs> いやいやいや僕はそんなことしかできませんからい, <laughs> いやいやとんでもない <laughs> じゃあまた次回も引き続き、はい、もうちょっとこのフレックスゾーンのことを聞かせて了解ありがとうございました今週もありがとう、はい、ではさよなら